というわけで本日はこちら秋葉原駅から徒歩10分ぐらいラーメンイエローさんにやってまいりました。いやーね、二郎系といえば黄色い看板でおなじみということなんですけれども、二郎系ラーメンの中で何々ローっていうお店ね、結構あるかと思うんですけれども、いやこの手があったかみたいな、そんなね隙間をついてくるようなこのネーミングセンス、なかなか面白いですね。果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか、楽しみですね。それでは今日も張り切ってさあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いやこちらのイエローさん、やっぱりねイエローというだけあって店内は黄色を基調としてないんですよ。券売機は白かった、そして店内もおぎれにまとまってた、店員さんの手ぬぐいは黄色かったです。そしてね、普通のお店だったらトイレがあるんじゃないかなっていうような場所に洗面器が置いてありまして、トイレは一旦外に出るというんでね、お気をつけくださいといったところです。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永。いや黄色に寄せすぎじゃない、帽子とパーカー。はい、というわけでこちらが大豚です。当たり前なんですけれども、こちらの刻みニンニクの香りがね食欲そそります。それでは早速いただいてみましょう。こちらスープ飲んでねビビりましたね、ガツッとくるね醤油の濃い味付け。そしてこちらの麺でございますよ、自家製麺と思われるこちらの麺ね、二郎系にしてはねちょっとね細めの丸っこい印象でね、ツルツルといただけて美味しかったです。そしてこちらのチャーシュー、豚ですよね、これね脂身の部分はトロトロで、お肉の部分はねガツッとパンチの効いたね味が染みてて、味が濃いもんだからこれはまたね麺を食わなきゃっていうことで、おいしい、出ました、そういうことなんですよね。なんかそういうね無限ループに入るんですね、こういうお肉食べて味が濃いからまた麺すすって、で麺すするとまたスープが飲みたくなるみたいな、なんかそういうアトラクション食らってんじゃねえかなみたいな、そういう気分になりまして、ここからはカスタムタイムでございますよね。一味唐辛子だの胡椒だのを投入いたしまして、もうねこうなったら止まりませんよ、もうねアトラクションに参加するっていうよりかもうパレード状態、なんだったらもうパレードの中に入って一緒に踊っちゃうみたいな感じで、はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや正統派二郎系といった感じのフォルムでね、味も油も何から何まで濃厚という一言に尽きるといった感じで、いやとっても美味しかったですね。いや文句のつけどころのない正統派な二郎系といったラーメンでしたが、飛び抜けた個性っていうのがねそこまで感じられなかったかななんていう気がしますね。しかし味は確かなので、ああ今日二郎系食いたいなっていう時には間違いのないお店だなっていう印象ですね。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上こちらラーメンイエローさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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